西成五時ですわ、おきに。おはようさん。な、兄ちゃんが長電話しとった。兄ちゃんが長電話しとったんじゃ、わしが長電話しとった。昔の俺と電話しとった。昨夜の何時から喋っとったか。なあ、何時から喋っとって、9時か10時ぐらいちゃうなあ、10時から塾長さんのライブが始まるまで、ホップアップで上がってくるまで喋っとったからな。11、12、11、2、3、4、5、6、8時間喋っとったな、もう、な、もう、久しぶりやったからな、電話で喋るのも。じゃーん、なかなか西成浩二も、若い時はええ女取れとったでな。もう名前はあえて言わへんけど、なわし電話かけたら年下なんですか言われたの最初。わしやわしや、いやわし、わしや詐欺ですかとか言われてしもた。ちゃうわな、ちゃうわな、言うて。お前覚えてへんのんかい、ね、なあ。俺の童貞持って行ったやろ、とか言うね。誰やんた、とか言われたよな。お前1から10まで説明しつつ、その説明が1時間ぐらいかかった。1時間も置けたから30分ぐらいかかった。ほんでやっと、ああ、西成くんかい、なってやな。そっから8時間喋っとったっちゅうね。なあ、もっと若い時の写真だほうが、あ、これなあずっとアルバムには入っとってんけど、アルバムには入っとってんけど、お前なあ、わしもいつかまあ話はしようとは思っとってんけどやな。ほんでたまたま電話番号な、昔使ってたな、ガラケーの電源落ちのちょっと電源入れてたな。ほんで電話番号調べたかったからやな、ガラケーのもう電源入れてやな、充電できるかなとか思って、ほんならそこのアルバムに入ってたからやな、メールでこっちに飛ばして、このスマホに飛ばしてやな、ほんで今貼り付けてあんねやんか。久しぶりやったもん。せやからちょっとこっちに寄ってるやろ、写真出さなあかんからな。あの、そういうのは女んで、なあ、今日も一日よろしく頼むわな。ね、兄ちゃん履歴書書かなあかん言うてたし、寝てへんし、わしもちょっと今日どんだけ動画あげれるか分からへんけど、頑張って動画を上げていくかな。久保塾長さんも YouTube の始め方っていうのを今ライブでやってはったし、うん、やっぱり改めてな、私もこの YouTube、うん、勉強し直さなあかんで、ええ機会やし、な、なんちゅうたんや、YouTube は好きやからな、目立ちたがりや、な、なるべく、みんな、
笑わせるようなことをやっていこう思うで、まあ、一つ西成工事劇場お付き合いお願いします。寝てもうたらごめんな、寝てもうたらごめんな、うん、今ちょっとナチュラルハイになっとるから元気やけど、で新しい発見があって、寝へんかったら朝鼻水垂れへんよな。ほんまは鼻炎のことでな、寝る前と朝飲むねやんか。せやけど寝るつもりなかった、電話してたから寝られへん、寝へんかったしやな、寝る前の薬っていうの飲んでへんやんか。で朝起きてまだ飯食うてへんから朝の薬も飲んでへんやんな。あほんならいつも鼻水朝ダラダラやのにやな、鼻水も出へんいう話や。ほんでプロデューサー寝とるからやな、ずーっとこの第二スタジオから電話しとってやんか、まあ、みんな知っとると思うけどお前ここお前暖房器具もなんもあれへんやんか、まあ、サップいいからお前ここいっぱい来てやな、タバコはなくなってまうしやな。もう気ぃついてきたなお前、昔のこれがよ、もういざ寝とんで言うからやな、でえらいこっちゃ、まあ、日曜日やからな、昔の彼女も今日は休みや言ったし、ええけどわし YouTube に出勤しなあかんが、なあ履歴書書かなあかんしや、まあ、履歴書書くの兄ちゃん、まあ、西成コーチが面接行ったって受かるわけないんやから、なまあまあ、おきに西成工事ですわ。電池がないね。電池がないね。まあ、今日も一日よろしゅう頼みますわ。お次がよろしいようで。いいな。今日も一日よろしゅう頼みますぜ。おきに、バイバイ。